あくまでも駒澤大学高等学校のテニス部の、30年の顧問だったということを肝に銘じて健康に気をつけて頑張りたいと思います。本当に今日はありがとうございました。いらっしゃいませ。先生お久しぶりです。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。だっての糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めない。なぜ生きていくのかを楽勝。今年1年ね、どんなところが最悪だったね。はい、適当。夢追いかけ走って転んだ日の後の。おー、バッタ君何もらった？なんかチョコもらいました。ズボン、パーカー。何回言ったの？俺もパーカー。パーカー。中野さんは寝巻きです。寝巻き。心もとなくて。やったバカ。佐藤貴弘です。思い出します。思ったのは15年間いろいろありがとうございました。の田辺です。浅村です。もう待ってる。疲れ様です。ちょっと待ってください。先生、長い間お疲れ様でした。恥ずかしいな、なんかね。もう終わったよ。うおー、すげえ、すげえよ。ナイスショー。ナイスショー。ナイスショいっぱいですが、みんなで協力して頑張っていきたいと思います。必ず明るく、ちょっと気分が変わらず元気にしてやってもらえますか。いつか誰かを
温めうるかもしれない。いっぱいメンバーを見てるとこうテニス部の歴史、それが走馬灯のように流れてきます。なんだか流すのはすごい寂しいし、このまま別れてしまうのかなと思って、とても寂しい思いでした。てくれて、僕らはもっともっとその頑張れたのかなというふうに思います。本当に先生ありがとうございました。みんな仲間として先生もやっていただければと思ってますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。どうも4年間ありがとうございました。72年前テニス部に入ってから全部は1回もお久しぶりになったことがなくて、降り出すのはいつか誰かを温めうる。いつまでも先生と生徒を変えているのは教職員のみんなであっても、私たち30代、40代になっても、もう変わりません。先生、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございました。胸がいっぱいで、どういう表現していいかわからないんですけども、さっきまで泣くのやめようと思ったんですね。なんか涙が流すのはすごい寂しいし、このまま別れてしまうのかなと思って、とても寂しい思いをしてました。でもいろいろ話を聞いて、またこういっぱいメンバーを見てると、このテニス部の歴史、それが走馬灯のように流れていきます。でもこの会を一生懸命開いてくれたゆうすけ、また最初に部活を作ってくださってきた山本君がいたから、こういう会が、こういうふうなテニス部として30年という長い歴史があったことと思います。熊沢大学高等学校にはちょうど41年間、お世話になりました。19日、論会があり、21日、終業式があり、そしてその夜に、学校の送別会がありました。その度にいろいろ思いがするんですけども、今日のこの会が一番心にも残るし、ありがたいなと思っております。言葉に尽くせないぐらい嬉しく思います。先ほど話が出ましたけども、3月31日で駒沢大学高等学校を退職しますけども、4月から縁があって、友達が校長をやってまして、お前だったらまだ使えるのは来ないかって言われて、まあ先日面接行ってきて、模擬授業をやってきたんです。何十年ぶりの、校長教頭とかみんな並んでる前で、自分が
学生時代を思い出して授業をやり、その結果4月から来てほしい、そういうふうなことを言われました。上田先生に最初に話をしたら、その学校行っても点数部やるんじゃない、いや絶対やんない、僕の点数部の中は駒台高校だし、もうその思い出いっぱいだと思っております、あんまり仕切んないようにって言われまして、上田先生に言われて仕切るつもりはないし、非常勤講師で週3回行きますので、おとなしく、授業だけやってこようかなと思っています。本当にこう名前と顔と語り尽くせぬものがいっぱいあって、胸だけがいっぱいになります。本当にこういうふうな会を開いていただき、入ってきた時びっくりしました。なんと大勢いるんだろうと思って、あんまりにも演出がうますぎて、こうゆうすけやっぱすごいなと思いますね。すごい、こういう会を開いてありがとうございます。先ほど見せていただいた DVD も今いただきましたけども、よくあんだけ編集してると思います。こううまくみんなの表情が出て、そしてなお人に感動を与えるような DVD ができ、先ほどいただきましたけども、ゆっくり家に帰って見せていただきます。ぜひ初代の卒業生でいる山本博文君が主になって、今後とも駒澤大学高等学校の点数が永遠と続くように願っております。4月から新しい顧問が決まりまして、高木先生、地理の先生なんですけども、4月になりましたら、今の2年生1年生には紹介します。そしてその先生と、新しい部活動、新しい、道をまた1ページから作り上げてもらいたいなと思っております。ただ、高木先生も言ったんですけども、駒澤大学高等学校のテニス部というのは30年の歴史があり、 OB がたくさんいると、全部で調べたところ480数名おります。卒業生テニス部の OB が、それは絶対失いたくないし、これを大事にして育ってほしいと、そういうふうな話をしております。また新しいスタートが4月から始まりますけども、今日のこの会を開いていただいたことに大変感謝しております。どうぞ、皆様健康に留意して、それぞれの、今現在進んでいる道を邁進してもらいたいと思います。私は私なりに、自分でまた、道を切り開き、あくまでも駒澤大学高等学校のテニス部の、30年の顧問だったということを肝に銘じて、健康に気をつけて頑張りたいと思います。本当に今日はありがとうございました。